これからタロットをシャッフルして今日占うことを聞いてみようと思います。今日はお日様っていうか日光っていうか太陽のことについて聞こうと思います。私と太陽についての関係を知りたいので今からタロットに聞いてみたいと思います。政治であろうが逆位置であろうがそれは関係なく占うと思います。なんだろうこれ、よく見えない、暗くて、ちょっと暗くて見えない。今夜なんですけど、今説明の方を出してきて見てみようと思います。よく見えないんですね。なんて書いてあるか。ないこの絵柄なんだろう。絵柄。なんて書いてある？暗くて見えない。こうのって書いてある。キーワード、リヒト宗教心。このカードに描かれた炎の姿には、宗教的な存在としての意味はありません。つまり、この炎は、その心を支配するのではなく、管理するものなのです。あとの、信頼関係においての心の連帯を表現しています。両親から出た忠告、人を導く教えも受け取る側の心の状態によっては姿を変えてしまうものです。しかし本当に愛から出た相手を思う言葉は他人の本質をも時として変えてしまう力を持っているのです。一番肝心なのは二者の心をつなぐ信頼関係の確かさでしょう。確か、あ、もう髪になってる。確かさなのでしょう。共に高め合い、目指す方向が一致したときに、この信頼関係の力は初めて生かされるのです。私が今、太陽と私の関係を聞いたら、炎が出てきました。リヒト宗教心、そうなんですね。ちなみに炎のカードの正位置の意味をちょっと読んでいこうと思います。ラブ&マリエージのところを読んでいこうと思います。私じゃなくて、ただこのカードの意味ですね。見合い結婚が吉です。協力者が現れ、恋は進展します。時間をかけて愛を育てます。頼りになる人物、手紙、プレゼント作戦が吉です。金銭的援助があります。次に仕事運と勉強運を見てみましょう。上司に目をかけられます。徐々に実力が認められます。先輩のアドバイスに従って行動します。毎日の勉強です。毎日の勉強が吉です。ヘルス&ビューティー、名医に恵まれる、長続きする健康法を選びます。休養には静かな音楽が吉です。エレガントに装います。レジャー&ホビー、お寺や神社に足が向きます。
緑の多い場所への旅、女性だけの旅、レジャー、映画、美術鑑賞、コンサート、その他人気者になる、貯蓄に励みます、宗教心を持ちます、有力者からの援助を受けます、そして協力してもらいます、他人への他人からの意見を聞きます。これが奉納っていうカード、まあナンバー5ね、5番目のカードですね、の意味をちょっと読んでみました。まあ、私と関係ないけれども、これはまあ私は全然関係なく太陽のことを聞いてたんですね。なぜなら最近太陽フレアとか言って太陽が騒がれているので聞いてみました。ではここで終わりにしようと思います。なんか最近ね疲れちゃって、もうさあのタロットカードを 10回ぐらい、あれ10日ぐらい前からやってるのかな、まあ初心者としてやってるんですけど、なんか聞くたびに疲れてるから、あの健康法とかをネットで検索して健康になる体になるために頑張ってやろうかなと思って、はい、今もう夜なのでこれからもうすぐ寝るんですけれども、タロットカードは今のところこのカードしかないので24枚の中から引いています。そのうちあのマルセイユカードっていうマルセイユタロットっていうのを欲しいんですけどね。はい、それではまた明日、おやすみなさい。ボンニュイー。